このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。入江理香です。大学で心理学を専攻した私は、日常のビジネスシーンで周りの方との人間関係やコミュニケーションに役に立つちょっとした工夫をお話ししています。前回、主に社内の上司と部下、同僚や先輩社員との人間関係をスムーズにするための工夫についてお話ししたところ、社外、つまり他社の方とのコミュニケーションや人間関係構築について聞かせてほしいとのご要望をいただきました。社会人1年生の私がお話しすることにそんなに興味を持っていただけるのはとても嬉しく、大変ありがたいお言葉です。そこで今回は、社外に出る機会の多い方、パートナー会社など他社の方とお付き合いをされる方、営業を始めたばかりの方、就職活動をする学生の方に向けて、初めて会う人や場面でもできる限り緊張をしない方法や、相手の方に好印象を持ってもらえるようなテクニックについてお話ししていきます。話し方はしっかりできているのに結果に結びついていない方にはヒントになるかもしれません。ただ前回もお断りしましたが、テクニックはどこまで行ってもテクニックに過ぎません。そのことは忘れないでくださいね。登場人物、入江理香。入江理香、本書の主人公、新入社員、新井正春。新井正春、入江と同期の新入社員、孫一、武士、課長。入江、新井の指導教官。初めて会う人とはどこで会うのがいいのでしょう。それでは今回もこんな質問からお話を始めます。他社の方と初めてのアポイントメントが取れました。話を有利に進めたいと考えたあなたは、次のうちどこでお会いする約束をされますか？相手の方の役職や年齢、会社の協力関係によっては、あなたから打ち合わせ場所を指定することができない場合もあると思いますが、対等な関係が前提としてです。A、相手の会社。 B、あなたの会社。 C、相手が指定した喫茶店。 D、相手が指定したチェーン店のカフェ。 E、あなたの行きつけの喫茶店。サッカーでよく言われるホーム&アウェーの関係から、最も好ましいのは B、 最も避けるべきは A であるということはすぐにお分かりになると思います。この考えで進めると、2番目に好ましいのは E だと想像がつきますね。残るのは C と D です。これらでは D の方が好ましく、次が C です。したがって BEDCA の順になります。いかがですか？ご想像された通りの順番でしたか？初めて会う方とは、誰でも多少は緊張するものです。また初めて入るお店というのも同じように緊張して落ち着かないことがあります。ですから、なるべく緊張しないように、あなたの会社、あなたのテリトリーである行きつけのお店にしておけば、あなたは緊張することなく、逆に相手の方が緊張して訪ねてくるという状況を作れることになります。心理学ではこうした心の作用をホームグラウンド効果と呼んでいます。チェーン店のカフェは、テーブルの配置や数、トレイやカップの返却置き場の位置など、店舗によって多少の違いがあるとはいえ、メニューや注文方法、雰囲気や BGM はほとんど変わりません。そのわけ、緊張しないで済みます。以下のワンポイントレッスン。有利に話を進めるためには、あなたのテリトリーに相手の方を引き込みましょう。それでは、 A の相手の会社、C の相手が指定した喫茶店の場合は、何か準備できることがあるのでしょうか？多少なりとも、あなたの心の負担を軽くする方法を3つご紹介しておきます。1つは、行き先を初めての場所にしないです。あなたにとって初めての場所なので、無意識のうちに緊張してしまうのですから、アポの日までに一度相手の会社や指定されたお店を見ておけばいいのです。俗に言う下見ですね。たとえ威圧するような超高層ビルであっても、二度目ならば初めて見るときと比べて、はるかに緊張せずに済むことは容易に想像がつきます。大きなビルならば、エントランスに入って内部を確認しておきましょう。少し待っていれば、目的とする会社の社員の方が現れます。2、3人で連れ立って歩いてくれば、何かしらの会話も聞こえてきます。そうしたことから、社風や雰囲気のほんの一部でも知ることができれば、あなたにとって大きなアドバンテージになることは間違いありません。また、あなたと同じようにその会社を訪ねてくる人もいるはずですから、受付でどのようにすればいいのかもわかります。お店の場合ならば、思い切って中に入ってコーヒーの一杯でも飲みながら店内の雰囲気を知っておくことで、当日の緊張感はかなり低減されるはずです。2つ目は、不利なアウェーでは重要なことを決めたり、
内容に深く踏み込みすぎたりしないうちに早めに話を切り上げてしまうことです。どう考えても不利な状況にいつまでも自分を置いておくのはよくありません。落ち着いてじっくりと考えれば別の方法や考え方もあったと後になって気づくことがありますからね。この続きを今度は私の会社でなどと言って、重要事項の決定などはホームで行うことができればベストです。最後は当日絶対に遅刻をしないです。ただでさえ初めてお会いして緊張してしまうのに、遅刻をすると相手を待たせてしまった、不快にしてしまったのではないかなどと引け目や負い目を自分の方から作ってしまうことになります。そんな状態での打ち合わせでは思うように話を進ませることはほとんど期待できません。多少早く着いて待つことになってもその方が落ち着いて迎えますし、喫茶店なら先にコーヒーを飲んでいればいいのです。大きなビルのエントランスには時間を調整する方のために大抵椅子やソファが置かれているものですから、そこに腰を下ろしてじっくりと構えていましょう。相手の方が万が一遅れた場合には引け目に感じてこちらが優位に立つことができます。たとえ相手の方が時間通りに現れたとしても、先に来て待っていたあなたを見て多少なりとも恐縮してくれるかもしれませんから、あ、こんなことを話すから私は新井君にちゃっかりしているなんて言われてしまうのかもしれませんね。以下のワンポイントレッスン。初めての緊張から解放されるためには少しでも慣れておく。そのために下見に行きましょう。下見に行くというのは就職活動をされている学生の方には特におすすめです。私も就活の時にはあらかじめ訪問先の会社を一度確認しておきました。その時にあまり長い時間エントランスでフラフラしていると不審者と勘違いされてしまうこともありますから、適度な時間にしておいてくださいね。次第に親密さを増していくためのテクニック。喫茶店やカフェなど外で会うことが多い方とならば、徐々に親密度を増すことのできる方法があります。多くのカフェでは主に一人で来店するお客様のためにラインガタや丸い大きなテーブルが置かれていることがありますよね。はじめはこのテーブルを利用することをお勧めします。丸テーブルという言葉でピンときた方は相手と対立の位置にならないということを覚えていてくださったのではありませんか。そうです。真正面に向き合うのは対立の位置関係なので極力避けた方がいいということを以前お話しさせていただきました。あのお話はこの場合も有効です。大きなテーブルですからお互いを正面にすることはできません。自然に横に並ぶか、テーブルの形に沿っている字型のように腰掛けることになります。相手を正面にしなくて済み、かつ見えない自分自身の縄張りであるボディゾーンの比較的狭い横または斜めの位置に座ることができる絶好の位置取りです。同時にこうしたテーブルに席を取ると周囲に何人かは見知らぬお客様がいます。つまりこのテーブルの席は開放されたオープンな空間であるということができます。お互いをまだ十分に知らない、分かり合えていない状況の時は、狭く閉ざされた空間で正面に向き合うボックス席は、話が一段落して微妙な沈黙が生じてしまった時に話の継ぎ方を探すのに苦労したり焦ってしまったりしがちです。その点オープンな空間でかつ向き合っていなければ黙って同じ方向を見ていられるので、少しの間なら会話がなくても不自然ではありません。徐々にお互いを理解し合い、沈黙の時間が流れても気まずくならない関係になってからボックス席を選ぶようにすればいいのです。ボックス席で打ち合わせをするようになっても、あまり店内の奥ではなくお店の人や他のお客様が近くにいたり脇を通ったりするくらいの席から始めてください。周りに他人がいたり通ったりする方がオープンな空間に近いので、少しずつ距離を縮めるにはこの方が都合が良いのです。そしてより親しい関係になることができたと思ったら、次第に店の奥の席を選ぶようにしていくのが、お互いが過度なストレスを感じることなく親密さを増していくのに適しています。以下のワンポイントレッスン。オープンスペースからクローズドスペースに移るに従って相手との親密さも増していきます。ここだけの話ですが、このようにしてオープンな席から店の奥の席へ次第に変えていく方法はデートの時にも役立ちます。知り合って間もない頃は大きなテーブル席に、デートを重ねるごとに奥のボックス席へと座る場所を変えていくにつれて相手との心の距離も近づいていきますよ。ふふ。相手の関心度合いを見分ける方法。あなたやあなたの会社、あなたが紹介する製品やサービス、あなたの会社のビジネスに相手の方が関心を持っているか、あまり乗り気ではないかを見分ける方法があります。
喫茶店やカフェに入った時に周りのお客様を観察してみてください。仲の良さそうなカップルや楽しげに会話しているビジネスパーソンにだけ見られる特徴があります。観察している2人が横に並んで座っている場合、頭や肩などがお互いに相手の方に近づいています。向き合って座っている場合は横から見るとお互いに前に身体を乗り出しています。心理的距離が近い相手、より親しくなりたいと思っている相手に対しては無意識のうちに物理的な距離も近づきたいと思うようになります。そのような相手ならば自分のボディゾーンの中に入っても気にならないというわけですね。一方で会話が弾んでいないカップルやビジネスパーソンたちは並んでいても頭や肩が近づいていることはほとんどありません。向き合って座っている場合はどちらかあるいは双方が背もたれに寄りかかって話をしていることもあります。少しでも心理的距離を取りボディゾーンを確保するために物理的距離も離れようという気持ちが無意識に働いてこのような座り方になるのです。仲の良いカップルは並んでいても向き合っていても二人で円を描いているように見えます。円満、丸く収まるなどという言葉があるように争いがなく穏やかで満ち足りている状態の二人はその姿も丸くなっているのですね。もしかするとこうした姿からこれらの言葉は生まれたのかもしれません。仲の良さそうでないカップルは向き合った時にお互いに身体をのけぞらせています。こういう場合は大抵足も前には投げ出さず自分の方へ引いているので横から見ると X の文字のように見えます。こうした姿の2人の関係は文字通りかけるですね。以下のワンポイントレッスン。仲の良い2人の姿は丸く見えて仲の悪い2人の姿は X 型でかける。このことを念頭に置いて相手の様子を見てみましょう。あなたの方へ近づいてきてくれていますか？それならあなたやあなたの話の内容に興味や関心がある証拠です。一歩下がってあなた自身の姿がどうなっているのかも気をつけてみましょう。相手の方に乗り出していますか？近づこうとしていますか？二人の姿は丸くなっていますか？歪んだ円になっていませんか？あなたが乗り出すほどの姿勢や熱意を示さずに相手の方の気持ちを動かそうと考えているのだとしたらそれはちょっと虫がいいかもしれませんね。あ、そうそう、大切なことをお伝えするのを忘れてしまうところでした。相手の関心度を見分けるこのコツもまたデートの時にも利用できます。二人の心理的距離が物理的距離と密接な関係があるのはビジネスでも友達でも恋人でも同じです。口は嘘をつきますが心は嘘をつきません。仲のいい二人が丸くなって見えるこの様子をラブサークルと呼ぶ心理学者もいます。おしゃれで素敵なネーミングだと思いませんか？相手の仕草でも関心や興味の度合いがわかります。目は口ほどに物を言うということわざにもあるようにちょっとした動作や仕草がその人の心の内を表すことがあります。心理学ではこのことを自己同調行動と呼びます。またセルフ、シンクロニーという表現をすることもあります。気をつけていただきたいのは仕草や動作というものにはその人特有の癖の場合もあります。これからお話しすることはそうした個別のものではない一般的なものであるということを覚えておいてくださいね。よく見られる仕草に腕組みをするというものがあります。この仕草はまるっきり正反対の心理状態を示しますのでどちらなのかを慎重に見極めなければなりません。一つは腕を組む仕草は自分の身体、特に胸、心臓などを守る動作につながることから相手の話していることを拒否している場合です。もう一つの場合は逆に相手の話した内容を心の内に取り込んで漏れないようにするという気持ちの表れで熱心に考えている時です。同じ動作なのにこれだけ逆の意味合いを持つものはあまり多くありません。ただ腕組みだけでは難しくても他の動作と組み合わせれば容易にわかることもあります。例えば腕組みをしながら背もたれに反り返っている場合なら心理的距離を取ろうとしているわけですし顔をやや上に上げて見下ろすような姿勢になっているはずですからこれは拒否だとわかります。また視線が別の方へ行っている場合も関心はもう別のことに移っていて拒否の体勢だと察することができます。一方で腕を組みながらも前のめりになっているなら自分でも考えつつより話を聞きたいという気持ちが現れています。またうなずいたり相槌を打ったりして合間に質問や言葉を挟んでくるようであれば興味を持ってくれている証拠です。相手の方が腕組みをした時こそより相手に対する観察を言って拒否なのか
関心を持っているのかを見極めるチャンスと捉えましょう。拒否の状態なのに懸命に話しても時間とエネルギーを無駄にするだけです。早々に切り上げて次の手を考えてから出直す方が結果的に良い場合もあります。以下のワンポイントレッスン。腕組みをした瞬間こそ相手の気持ちを読み取るチャンスです。拒否なら早期撤退、興味を示しているなら後一押しです。他によくある仕草としては、手を髪や顔に触れる、手を当てるというものがあります。一般に人は恐怖、怯え、不安、疑いなどマイナスの感情を持った時に顔や頭に手を当てると言われています。頭部に手を当てることで不安を多少なりとも減らし落ち着かせようとしているのです。そう言われると、スポーツ番組の中継で劣勢に立たされている時や作戦が失敗した時、思うような試合運びができていない時にカメラが監督やコーチに切り替わると腕組みをしながら顔に手を当てているシーンがよくあるのを思い出しませんか。実際にプレーすることができない監督やコーチは、そうした展開の時には選手よりも不安や苛立ちを感じることが多いのでしょう。相手の方がこのような仕草をした時は、一度話を中断して相手の気持ちを確かめたり、疑問はないか尋ねてみたりするのがいいでしょう。疑問があるけれど話の腰を折ってはいけないという気遣いの場合もありますし、話についていけなくなって苛立っていたり、最後に意見を求められた時の不安でいっぱいになっていたりする場合もあります。苛立ちや不安を抱えたままでいると、それを悟られたくないために怒りの表現になる可能性が高くなります。そのまま話を続けても決していい結果にはなりません。相手の様子を確かめつつ、時には息抜きを入れながら話していく方が効果的です。そのためにも話す内容はしっかりと頭の中に入れて余裕を持って臨むことが大切です。以下のワンポイントレッスン。相手の方が顔や頭に手を触れるのは一時停止のサインです。疑問がないか、このまま話し続けて大丈夫か、一度確認してみましょう。困った時、照れた時に頭をかくというのはよく知られている仕草です。恐怖や不安、疑いというほどの強いマイナスの気持ちではないけれど、どこか落ち着かないこそばゆい感じにとらわれると、やはり頭部に手を当てたくてつい頭をかいてしまうのです。漫画やアニメなどで褒められたりおだてられたりした登場人物がえへへなどと言いながら頭をかく仕草は、もうすっかりおなじみのステレオタイプな動きですね。テレビのバラエティ番組やクイズ番組などに俳優の方が出演されて、確信をついた質問や答えにくい質問を受けたり、回答がわからなくて困ったりした時などに髪をかきむしる仕草を見せることがあります。ドラマの中ではそんな様子を全く見せずに演じる姿と本音が見える、そうした姿のギャップを見て、ああこの人にもこうした一面があるんだなと私は親しみを感じながら楽しんでいます。え、人が悪い？いいえ、ヒューマンウォッチングは心理学の基本です。えへん。以下のワンポイントレッスン。頭をかくのは困っているか照れている時、相手の方との距離を縮めるチャンスです。もう一つ重要な仕草として、口を閉じながら微笑するというのがあります。これはどんなに優しそうな笑顔であっても、残念ながら相手の方は受け入れてくれません。人には誰でも他人から嫌われたくないという心理があります。ですから拒否や拒絶、断りをする場合には温かな優しい笑顔でというわけです。拒否されると分かっていても、とりあえず最後まで話をしていくか、次の機会までの良い練習と捉えるか、早々に切り上げてしまうか、それはあなたのご判断にお任せします。相手の方が、主に男性の場合ですが、完全に乗ってきたと分かるものもあります。腕まくりの仕草です。力仕事を始めるときに袖口が邪魔にならないように腕まくりをしますよね。また暑いと感じた時にも袖をまくり上げます。それと同じ心理で、よしやってやるかという気持ちや、自分の力を誇示したい場合に腕まくりをするのです。また自分の気持ちに火がついた、内側から燃えてきたなどという場合も、熱くなったのと同じように腕まくりをします。この仕草が見えたら、相手の方からはきっと良い返事がもらえるはずです。相手の方の心にせっかく火がついて燃えてきたのです。水を差す行為や言葉は厳禁です。以下のワンポイントレッスン。相手の方が腕まくりをしたならば、もうこちらのものです。ビジネスの話ならできるけれど、それが終わると間が持たないですか。他者の方とはビジネス以外の接点は持たないと決めている人もいます。そうした人はビジネスの話が終われば、それではと会談の打ち切りを宣言してくれます。
それならば楽ですよね。そうではなくて、あなたがもう一歩踏み込みたい、相手の方もそのように思っているのではないか。時間もまだ少しある。その時にどうしたらいいのかですよね。このように考えてはいかがでしょう。よほどの話し好きな人でない限り、相手の方もあなたと同じ気持ちになっているはずです。そうなるとますます緊張してしまいます。双方が固くなっているのですから、どちらかが緊張状態を破らなければなりません。この時にあなたは何を考えていますか。相手の方に何を期待していますか。何でもいいから話題を見つけて話しかけてくれないかな。できれば緊張が解けるような話がいいな。そうですよね。相手の方もその時に同じことを考えているのです。それならあなたが先に話をすれば、相手の方も喜んでその話題に乗ってくれるはずです。その話題がないから困っている、そんなことはありません。よく知っていること、いくらでも話せることをお持ちではありませんか。それはあなた自身のことです。自分が先にオープンにしなければ、相手の方も心を開いてはくれません。とっておきの方程式をお教えしますね。私はですが、あなたはいかがですか、というものです。例えば、私はサッカーが好きで時々スタジアムに応援に行きますし、テレビ中継は必ず見るのですが、あなたはどうですか。私は週末にドライブに出かけたのですが、あなたは何をされていましたか。この方程式にはポイントが2つあります。1つは、先に私がとあなた自身のことを話すことです。私ががなくて質問だけだったらどうなるでしょう。週末何をされていましたか。これでは刑事ドラマにある容疑者のアリバイ確認です。相手の方は一気に引いて警戒心を起こしてしまいます。2点目は、質問をイエス・ノーで答えられるクローズド・クエスチョンではなく、ゴワット 1H のオープン・クエスチョンにすることです。私はサッカーが好きなんですが、あなたはサッカー好きですか。いいえ。再び沈黙になってしまいます。でも、どうですかと聞かれれば、自分もサッカーは見ます。あのチームのファンです。と答えてくれる可能性があります。サッカーは興味がなくて見ないけれど、野球なら見る、と答えてくれるかもしれません。そうすれば、話題を続けていくことができ、さらに話を広げていくことができます。または、相手の方があなたに興味を示して、ドライブはどこに行かれたのですか、と、オープン、クエスチョンの質問をしてくれる場合もあります。これなら、会話が続きますよね。そして、小さなことでも共通するものが見つかったときに、二人の間の距離は一気に縮まります。ことわざにも言いますよね。類は友を呼ぶって、いきなり、スポーツや趣味などのプライベートな話は嫌だな、と感じになられるようであれば、ビジネスに絡めて。私は現在の担当になってから3年になりますが、あなたはいつぐらいからこうした部門の担当をなさっているのですか。私は2年前からです。そうなんですか。私はその前はシステム運営の仕事をしていたのですが、あなたはそれ以前はどんなことをされていたのですか。私は自分を開示しつつ、相手から情報をもらい、共通点を見つけてより深い話にしていく。話の内容がビジネス絡みでもプライベートでも同じです。ただプライベートな話ができるようになる方が話題も広がり、心理的距離も近づくことは確かです。以下のワンポイントレッスン。相手との距離を縮めるためには、あなたから自己開示して、オープン、クエスチョンで共通点を見つけましょう。共通点を見つけるのが実に上手な人がいます。同じイニシャルだとか、誕生日を聞き出して同じ星座だとか、学生時代に同じ路線を使っていたとか、よくそんなところまで共通点を見つけ出すなぁと感心するくらいです。え、それは誰かですか。学生時代に偶然同じ語学クラスにいただけの人です。私、心理学部にいたんですよ。その人の気持ちくらいお見通しです。第一印象は大切です。近年は猛暑の影響もあって、クール、リズを超えたスーパークール、リズの時代になり、男性は1年の約半分をノーネクタイで過ごすようになりました。また、会社の方針で基本的にお客様と接しない部署は服装自由というところも多くなりました。私の勤める IT 企業ストリーミング、リバーも原則服装は自由となっています。そうは言いながら、やはり人は見た目で判断されてしまうことが多いものです。私たちの部署が社長をはじめとする役員にプレゼンテーションを行った際、上司の孫一課長はプレゼン前日にネクタイを締めてくるようにと新井君に命じました。その時に私は、孫一課長はノンバーバル効果についてもきちんと抑えていらっしゃるんだなと思いました。ノンバーバル効果とは、
ノンバーバル、言葉ではない、言葉以外の効果、声だとか服装などが相手に与える効果という意味です。これは実験結果の集計から導き出されたメラビアンの法則と呼ばれるもので、自分に向かって話している相手がどんな人物なのかを判断する場合、言語情報話の内容、聴覚情報声などの音声、視覚情報顔や服装などの容姿のうちのどこに注目するのかを実験したものです。その結果は、視覚情報を重視するというのが最も多く 55%、次に多かったのが聴覚情報の 38%、言語情報は最も少なくわずか 7% にしか過ぎないというものでした。つまり、人は話の内容そのものよりも、話している人の服装や容姿、声や話し方などの影響を受けやすい、ということです。ただ、メラビアンの法則が示す内容よりも、数値が一人歩きを始めてしまい、話す内容はどうでもいい、とか、見た目が全て、のような解釈や言い方をされる場合がありますが、それはあまりにも極論です。確かに視覚情報と聴覚情報、すなわちノンバーバルな情報の効果は大きいものですが、話の内容が与える影響がほとんどないというわけではありません。メラビアンの法則は、ノンバーバル効果の大きさを証明したものですが、話す内容をないがしろにしていいというものではありません。プレゼンの日、新井くんはちゃんとネクタイを締めて出勤しましたが、先輩社員たちの姿を見て一度は外しましたが、プレゼンが始まるまでにはしっかりとネクタイを締め直していました。相手の方から事前にノーネクタイでいらしてくださいと言われない限り、していった方が好印象を与えます。大抵は自分がネクタイをしていないのに、相手がしている場合には、どうぞ外してくださいと言ってくれます。自宅や自社を出るときからしている必要はありません。行き先の最寄り駅あたりで締めれば十分です。就活の学生の方も同じです。ただ、そのためにはネクタイを素早く締められるようになっておかなくてはいけませんね。以下のワンポイントレッスン。人は話の内容だけでなく、話し手の服装や声、話し方にも大きく影響されます。服装が人に与える影響の例として、こんな場面に遭遇したことはありませんか？道幅が狭く、車の交通量も少ない交差点で信号待ちをしている集団から、一人が悠然と赤信号を無視して歩き始めます。この時に、最初に信号無視をした人がきちんとした服装の人だと、続々と信号無視をする人が現れるのに対して、最初の人がみすぼらしい服装だった場合、後に続く人はほとんどいません。立派な服装の人だった場合の、信号待ちをしている人たちの心理は、あのような人でも無視をするのだから、ここは信号無視をしてもいい交差点なんだ、とか、自分だっていいじゃないか、という理屈です。逆にみすぼらしい服装の人の場合、あんな格好をしている人と自分は違う、とか、ああいう人と一緒だと思われたくない、というものです。ダメだとわかっていることでも、人は自分勝手な言い訳をします。この場合も、最初に始めた人の服装によって、良い悪いの判断材料としているのですね。もう一つ、服装の効果、服装の威力を示すアメリカで行われた実験結果をご紹介します。日本では最近ほとんど見かけなくなりましたが、電話ボックスの公衆電話の上に、すぐに気がつくように効果を置いておきます。そして、その電話ボックスに入った人に、お金を置き忘れたのですが、ありませんでしたかと尋ねるというものです。この実験結果で、きちんとした服装をしている場合に効果を返してくれた人は 77%、みすぼらしい服装の時は 38% という大きな差が現れたのです。その差にも驚きますが、きちんとした服装をしていても返してくれない人が 23% もいることに、私は驚いてしまったのですが、以下のワンポイントレッスン。服装が他人に与える印象の効果は、考えている以上に大きいものです。第一印象が相手に与える効果が大きいことは、多くの方がご存知でしょうが、それが服装によって大きく左右されるものならば、初めてお会いする方には少しでも良い印象を与えられるように服装への注意も怠らないようにしておきましょう。心理学を学んで、服装で判断しない、影響されないと思いながらも、私もどうしても影響されてしまいます。ただ、どんなに立派なスーツを着ていても、清潔感のない人はやっぱり嫌ですよね。どんな色の服装が適しているのか、いろいろと考えましょう。服装が相手に与える影響が大きいことをご理解いただけたら、色の与える印象についても考慮に入れておきましょう。最近は、多くの企業で勤務時間中の服装もカジュアル化して、店頭にも様々な色のシャツが並び、
男性の服装もバリエーションが多くなってきました。一昔前に言われていたホワイトカラーという言葉は名実ともに死語になりつつあります。それぞれの色がどんな印象を相手に与えるのかを知っておくことは武器にもなり、時には悪い印象を与えずに済む盾になる場合もあります。パソコンやデジタルカメラ、スマートフォンなどの技術が進むにつれて、表現できる色彩の数は飛躍的に伸び、カラーコーディネーターという資格が生まれました。心理学にも色彩心理学という研究分野があり、次のような研究結果が出ています。好きな色は未来の願望を表し、嫌いな色は過去の体験を表し、好きでも嫌いでもない色は現在の状況を反映している。嫌いな色が過去の体験を反映するというのは納得できる気がしませんか？以前に付き合っていた恋人の好きだった色や、最も印象的な思い出につながる色は、当時を思い出して、未だに辛くなるとか、不愉快な気持ちになってしまうとか、容易に想像がつきます。一般に赤やオレンジ、ピンク、黄色などは暖色系と呼ばれ、青や水色、白などは寒色系と呼ばれます。名前の通り、暖かさや寒さ、冷たさを感じさせる色で、暖色系は女性、寒色系は男性というのがこれまでの大まかな分け方でした。現在でも乳幼児の服などはこのような分類の名残が残っています。男女の服装の色の境界がはっきりしなくなったとはいえ、例えば濃い青一色の服は未だに女性にはやや抵抗があります。でもパステルカラーの青だと柔らかさがあり、夏の服装ならば涼しさを感じられるので、抵抗を感じなく身につけることができます。また濃い青や藍色でも、白地のものであれば浴衣などでよく見られるように、女性が着ても違和感はありません。同じようにパステルカラーのピンク地のシャツを着ている男性も多くなりました。このように色彩についても癖と同じように個人差があり、性別や年齢によっても印象は変わります。また同じ赤といっても人によってイメージする赤に違いがあります。さらに季節や時代の移り変わり、その時々の流行の影響も受けるので、これからお話しすることも一般的なものであるということをご承知おきくださいね。白、黄色、オレンジなどの明るい色は軽い感じがして、紫、緑、青、赤、黒は重い感じのする色です。軽快で活発な印象を与えるのは軽い色で、落ち着いた雰囲気を漂わせるのは重い感じの色です。赤は情熱の色と言われるように、積極的とか行動的というイメージを与えます。同時に赤は非常に目立つ色で、攻撃や怒り、憎しみなどを表現する際にも用いられます。初めてお会いする方で名刺交換程度のご挨拶ならば、熱心で行動的な印象を与えるために赤は適しています。一方で交渉や説得など売り込みやプレゼンの場合には、攻撃や怒りに結びつき反発を招く可能性があるので、避けるべき色だと考えた方がいいでしょう。青は理性的、論理的といった沈着冷静で知性やクールなイメージを与えると同時に、物静かな印象を持たれやすい色です。赤とは逆に、交渉ごとやプレゼンの際には落ち着いた説得力を感じさせる演出効果があります。その反面、知的なイメージが勝ちすぎるため、積極性に欠けるとかノリが悪いと思われることもあります。就職活動をする学生の方は、多くが白のシャツやブラウスに黒か濃紺のスーツという組み合わせになっています。現在は減少傾向にありますが、結婚式の新郎新婦は白のスーツと純白のウェディングドレスが定番でした。白は新しい生地を連想させるため、純潔、純粋というイメージと、どんな色にも染まることができる、これから二人だけの色で染めていく、古くは女性が嫁ぎ先の色に染まるようにという意味合いが込められていたといいます。さらに、白にはすがすがしいイメージがあるので、就活に適する色と考えられています。対する黒はクールさや落ち着き、いかめしさをイメージさせます。一方で暗い、不安、神秘的といったマイナスのイメージも同時に持っています。グレーのスーツを着ている方もいますが、グレーは黒に比べていかめしさというよりは穏やかな印象を与えます。また大人しさや大人っぽいイメージもあります。普段子供っぽいと言われる方なら、黒よりはグレーのスーツの方が大人びた印象を与えることができます。同じように落ち着いた色として認識されているのが茶色です。土や大地のイメージで捉えられるからなのでしょうか。色彩心理学では安定、平静、素朴、頼れるといった感情を呼び起こす色とされています。黒やグレーのスーツ姿の多い就職活動で
茶色のスーツを着ていくのには少し勇気が必要かもしれません。その場合には靴を茶色にすることで雰囲気が大きく変わることがあります。多くが黒の靴を履いている中では、茶色の靴は印象に残ると同時に上品さも感じさせることができます。代表的な赤、青、白、黒、グレー、そして茶色についてお話ししましたが、一つの色が単独で存在することはほとんどありません。ほとんどは色の組み合わせ輪によって存在しますので、その調和から生まれる印象も考慮に入れる必要があります。茶色の靴がいい例ですね。また、顔色や身長、体格などによって、同じ色のスーツでも印象は変わります。試着をして、自分が持った印象、友人などからのアドバイスも参考に似合ったコーディネートをしてみましょう。キザに見えないようならば、胸元にチーフを入れてみるのもいいですね。活動的に見えるように赤系統のチーフにする、落ち着いた雰囲気を醸し出すために青系統のものにするといったように、服とは違う色のアクセサリーなどを身につけることで、面接官や相手の方へあなたの思う通りの印象を与えることができます。以下のワンポイントレッスン、いろいろな色の持つ力を利用していろいろなあなたを印象付けることができます。言うまでもないことですが、過度なアクセサリーはマイナス効果です。後書き、いかがでしたでしょう。他者の方に初めて出会う時や、会社訪問、就職活動などのお役に立つ内容になっていたでしょうか。会う場所、座る位置、服装、服の色など、意外なところに落とし穴があるものです。冒頭にお話しした話し方は大丈夫なのに結果に結びついていないという方は、変えてみようと思い当たるところがあったでしょうか。そうであったら嬉しいのですが、ところどころ脱線してしまいましたが、そちらばかりが印象に残っていないかちょっと心配です。今回は主に初めて会う方に対しての接し方に関する工夫やテクニックでしたが、次はビジネスが少し進んだ状況におけるヒントや工夫についてお話をするつもりです。